ドロップセットは甘えだと思いますか？甘えではないですよね。ただこれフォーストレップもそうですけど、補助ね、はい、補助もそうですけど、ドロップもそうですけど、ドロップする前の段階でちゃんと力を出し切った上でもうどうやっても引けないってなった時にドロップセットですよね、うん、はい、それはまあ絶対大事ですね。補助もそうですよね、もうこれ以上絶対一人ではできないから、もう1回2回だけ補助してもらう、頑張ったら自分でできるのに補助っていうんじゃなくて、まあ、そこはやっぱり守ってほしいなと思いますね。なので自分で限界まで追い込んだ上でさらにもう一踏ん張りしたいとき、もう一頑張りしたいときに、ドロップセットなりフォーストレップを入れるっていうのが大事ですね。あとは、ドロップセットを入れた方がいいのは、方はフォームが乱れやすい人、追い込むともう本当にフォームがむちゃむちゃになっちゃう場合は、まあ、限界を迎えずに早いとこフォームが崩れないうちに重さを軽くして安定したフォームで追い込むっていうね。まあ、でもそれは初心者向けなことであって、やっぱりできればしっかり最初の重さで限界まで迎えて、そこからドロップしていってもらった方がいいかなと思いますね。それでも言い換えると、フォーム崩さないと上がんなくなってるんだから、要するに正しいフォームでその重量はもうできないところに到達してるっていう方。いや、それもね、だからテクニックですよね。ちょっときつくなっただけでフォーム崩れちゃう人もいるわけじゃないですか。理想はやっぱり自分の力が出し切れるまではフォームは崩さないっていうのは絶対大事ですよね。なのでそこをちゃんとね、例えばダンベルプレスやっててね、こう上手い人だったらで潰れますけどね、ちょっと上手くない人だとこう、はい、うーんってなったりするわけでしょもうこうなりだしたらもう次の重さに落としちゃって、ちゃんとこうまっすぐ押せるようにした方がいいんだろうしね、っていうところですよね、はい。まあ、背中だったらこうもう倒しすぎちゃってとかね、はい、っていうところもやっぱり自分でしっかりフォームが制御できた上で追い込むのはいいですけど、フォームむちゃむちゃになるんだったら、あ、ちょっと軽くしてフォーム安定して追い込んだ方が結果対象筋に対しては、オールアウトしやすいのかなというふうに思いますよね。なので、まあ、ドロップセットはね、甘えではないので、はい、はい、甘えだと思うんだったらやっぱりまだできるんじゃないかな、はい、うん、自分でやってみて、それは多分自分の中で分かってると思うんですよね、はい、さっきもうちょっとやれたのに早く落としちゃったってね、はい、はい、そう思うようだったらやっぱり甘えですけども、まあ、ドロップセット自体が甘えかというとそうではないなと思いますね。ありがとうございます。